やっぱりサカツクは、チームを強くしていくのが楽しい。最強レベルのセンターバックとミッドフィルダーがたくさんいるので、プレイスタイル育成をとにかく進めている現在。やることはもう、ほぼ育成しかありませんが、完成に向けて進めていきましょう。クラブハウスのレベルをマックスにし、さらには施設も整えたので、育成環境は46年目に完璧となりました。もう、育成しかすることがないんです、ドルトムントでは。では、新シーズンに向かいます。公約は達成できませんでしたが、クビにならないものを選んでおります。これが一番の問題ですが、これで大丈夫です。スポンサー契約ももう気にする必要はないですが、最近選手の年俸でかなりお金を使うので、多く欲しいなと思ったりもしつつ、次の公約もクビにならなさそうなのを選択します。その後、ユースからトップ昇格、超大物ヤヤプーレが入団し、その後ドバイキャンプに出発。ユースに大物が入団と報告を受けるも、育成する人が多くて、多少の大物じゃだるいという気持ち。これ以前、アブラムシックの二人が大物扱いでしたが、結論としては、正直いらないかなというレベルになってしまいました。一応誰がリストに入っているのかの確認もしています。いい選手はいなかったのでスルーとなりました。さらに他クラブに転生しているかを確認すると、シャビの転生を発見します。取るか？取ってもいいけど、長期安定型の成長タイプだし、獲得すれば、十分に戦力になりますからね、取れるものは取りましょう。移籍金22億、年俸4億5000万と、ちょっとお金を払いましたが、払うだけの価値がある選手、超大物補強でした。あとはセイドルフが成長期に入ったので、覚醒練習を開始。成長期に入るかをすべての選手、毎年チェックしているので、それも地味に面倒な作業。その後2月、役目を終えた中村健吾を放出。だいぶすごいグラフになっていますが、それでもこれからはベンチになるので、退団となり。シーズンは初めての全勝を記録。ここまでのレベルになると、もうやれることは少ないですね。プレイスタイル育成をするだけの生活になった。ドルトムント10年目。成長だけはしてるはず。総合力はまだ伸びています。伸びしろはまだあるんです。覚醒練習をさせていない選手が結構いますから、限界突破するかもしれないですね。では見ていきます。河本達翔はうっすら成長。そろそろ世代交代間近なので、じわじわベンチ組になるでしょう。ジェントーレは少し成長。今後は数年後にベンチ組に移行する形になるでしょう、と思うけどまだ未定です。モアは少し成長し、完全な柱に。ピークはまだ維持できるのでこのまま最後までいるかな、ズバ抜けていますからね。成長期はもう少し先のテゼーバ。覚醒練習もしたらさらに一回り大きくなるかな、伸びしろたっぷりです。成長期に入ったセイドルフ。覚醒練習も開始し、完成させる段階に移行しています。メンタル成長お願いします。プレスタも最上級のものになったジェラード。覚醒練習はもう少し先。成長が楽しみです。奥村はピークをまだまだ維持中です。プレスタを最上級にしたし、最終メンバーに入れる予定です。バランスよく成長したエディット・ミトマ。ピークはまだ先ですがすでにすごい能力になっています。万世型の若手なので、みんなにピークを合わせられないかも。あと数年はピークでいられるであろうチャールズ。
能力は最強なので、ベンチにしたくないレベルです。契約が切れるクリスチャン。戦力ダウンはしますが、今季限りで退団させます。代わりはなんとかなるでしょう。来年あたりに覚醒練習が始まるイグラ。ややグラフはまだ未熟ですが、大きくなるでしょう。期限付き移籍で一回り成長したクルーマン。覚醒練習待ちなので、さらに大きくなるでしょう。次世代のゴールキーパースビレッタはまずまず成長。川本達翔とうまく交代ができそうです。最強クラスの選手が欲しかったけど、もう間に合わないか。プレスタを最上級にしたケルガン。まだ期限付き移籍などができていないので、これからです。忙しくなりそうだ。プレスタ、攻撃力が成長したマウルサルバ。覚醒練習を開始し、解放する時が来ています。期限付き移籍により、大きく成長したアラビレイズ。しかしプレイスタイル練習はまだまだこれからです。ウィングとしてエリート育成中のアランセン。プレスタと期限付き移籍と覚醒練習。忙しくなりそう。序列が下がっているシンドラー。特に育成もしていないので、放出もありえます。というか、退団させようと思っています。最強クラスのディフェンシブミッドフィルダー、ややブーレはエリート育成。プレスタに期限付き移籍に激しくやりたいです。こちらもプレスタ育成を中心に育成中。最強クラスの選手が多すぎて、散らかっています。長期安定型なので、20年くらいはやれるシャビ。こちらはのんびりです。完成させないかも。育成したい選手が多すぎるんです。もう少ししたら本格育成が始まるモルセン。と言っても、5年後くらいかな?うまくできればそれよし。という1年でした。今後の目標は、最終的に 3-4-3 に移行すると思います。本当は 4-4-2 が良かったんですが、転生していた選手の状況からそうしないとダメでした。補強は積極的にはせず、すごい光プレイを見たいのもあって、極めるプレイスタイルもあるでしょう。パスカットだったりタックル、パス、シュート、何かしらを最強になっている選手が出てくるでしょう。とりあえず最終メンバーのスタメンは最終的にこうなる可能性は高いですが、わかりません。でもこの形が一番、プレイスタイル育成がやりやすいということになります。赤文字は、決まったプレイスタイルにしないといけなくて、かなり悩ましいのがミッドフィルダーの育成です。サイド寄りの選手がいないのでそういった意味で難しいと。どういうプレイスタイルにしないといけないかを載せますね。ポジションごとにこのどれかのプレイスタイルにしないといけません。最初に持っているプレイスタイルのせいで、できないという選手もいるので、これが大変です。とりあえず、この決まったプレイスタイルにし、成長のピークを合わせ、最高クラスの選手を集める。簡単に言うと、クソめんどくさい作業をやっています。説明すらめんどくさいレベルなので、出来上がりを待ってもらった方がいい。そんな育成です。今回はここで終了します。5、6年はプレイすると思いますが、動画はあと2回くらいで最終回にすると思います。ご視聴ありがとうございました。